山本マリアスは、日本の女性声優、歌手、脚本家。既婚、東京都目黒区出身。血液型は A 型。81プロデュース所属。目黒整備学園中学校、高等学校に入学し、高校2年生の春から、品川女子学院高等部に転入、その後東京女子大学に入学し、同学を卒業した。声優養成書歴。 日本ナレーション演技研究所所属事務所移動歴ボアレーブアイムエンタープライズフリー81プロデュースファンクラブのイベントなどでは必ず握手と会話の時間を作りファンとのコミュニケーションを大事にしている古城ひばり役で声の出演をしている10日月んでは野戸まみこと清水愛と共に脚本家に挑戦し中でも山本は 本編3本及びドラマ CD 文を担当している。後にシリーズ構成を務めていた、も月智光とが監督のポルフィの長い旅でも脚本を執筆している。本人のブログによると2010年頃より脚本家としての活動が多くなっている。山本マリアス名義以外でも女性向けドラマ CD などでの脚本活動を行っているが、そちらの名義については公表していない。 2008年8月31日、長年所属していた、アイムエンタープライズを退所。フリー期間を経て、同年10月1日より81プロデュースの所属となった。自他共に認める、婦女子。ア子とマリアのマリオン学院放送部。では、番組内にボーイズラブについてのコーナーが作られ、山本の主導によって、ボーイズラブのドラマ CD、元気あげたい。 BEL がプロデュースされて、山本は脚本を書くに至る。調理師免許と普通自動車免許を所有。信仰のある声優として、江本敦子、高橋美香子などがいる。2012年12月17日、自身のサポーターズクラブ内で、一般企業の会社員との結婚を報告した。2016年9月10日、自身のツイッターで第一子となる。 女児誕生を報告した。美少女戦士、セーラームーンを見て声優に憧れ、主演の三石琴とのが、出身の日本ナレーション演技研究所に入所した。ラジオ番組、書きくけ、キくコの指し捨て、そなたで、井上キクコと共演、互いに、お姉ちゃん、妹ちゃんと、愛称で呼び合った。当時17歳の山本に合わせて井上が17歳を、 自称したのが17最強を起こすきっかけである。2010年8月8日に行われたイベントエンドレスサマーエンドレスラジオ真夏の A&G 同窓会にて自身も17最強への加入を井の上に承認され同時に幹部に任命される。牛が動物としても牛肉としても牛乳としても大好きでファンクラブの名称も牛にちなみマリア大牧場とする。 幼少時は多数の習い事を転々としており、一時期習っていたアイススケートでは山田町子コーチに教わったこともある。山本マリアスの一発ギャグをリスナーから募集し、選考の結果、はア、あ、カセットデッキ、カセットデッキに決定。この年の一押し一発ギャグとなる。コーナー内のチャットでの誘導により、自ら CE カップであることを暴露した。 あとに9月22日放送の同番組でも、リスナーからの誘導メールで暴露している。昨年同様、山本マリアスの一発ギャグを、リスナーから募集し、選考の結果、東京タワー第第2、第1代に、第1代に、に決定した。毎年11月の母女霊ーボジョレーの予防解禁に合わせて、ボジョレー祭りを開催する。リスナーは、酔いが回ってくる様子を楽しんでいる。 2008年の一発ギャグは最終選考の中からリスナーの希望によりデコレーションに決定。デコレーションのデコは山本マリアスのおデコとかけてある。同番組の終了により2009年度からはアツコとマリアのマリオン学院放送部内で毎年の一発ギャグが作られている。同番組で共にパーソナリティを務める江本アツコの一発ギャグも 半ば強引に作らされている。太字はメインキャラクターはインターネット配信。時期不明。ありがとうございます。